タイの総選挙の日です。これはね、いわゆる日本でいう総選挙ね、衆院議員と同じ、政権交代選挙です。それで、新軍の 軍政じゃなくて新軍の現政権が、政権をね、保つか、それともタイの貢献党というね、まあ、タクシン派と言っていいのかな、そういった人たちの野党がね、支持率の高い野党が政権をね取るか、そういったようなことが問われてる、すごく大切な選挙です。なんか投票率 80% くらいあるんじゃないかと、日本と全然違いますよね。みんな選挙に来てますかってね、タイの選挙でございます。でこの選挙会場はね、万歳ヨーヤの住まいのすぐ近く、そこにビッグシーのマークも見えますけど、いつもここでやってます。こうやってね、ただの単なるマンションの前なんですが、こういった時だけこうやってテントを張ってね、選挙会場になっています。はい、皆さん、サワディーカポン、万歳ヨーヤのチャンネルです。今日は5月16日の火曜日、今時間は11時ぐらいかな、11時4分。バンコク在住ワンルームマンションヨーヤのチャンネル、略して万歳ヨーヤのチャンネルと名乗っているこのチャンネル、今日はなかなか滑舌がいいぞ滑舌はい、まだまだね、お昼ご飯前のモトブログ、はい、この景色とこの車線、この走行レーン、いつものタイ王国プラテッタイクルンテバンコクとラジダーチェイク通りを北から南に南下していております。ちょっと今ちょっとおかしかったかな、北から南に南下いたしております。今日はね、お昼ご飯ね、いつもと違うとこちょっと食べに行こうかなと思うんですが、このお昼ご飯ね、まあどこに立ってそうなんですけど、沖縄に立って東京に立ってね、どこ行こうかなーっていうのがね、結構悩みどころなんですよ。血液型 A 型で、それで何が悩み事かって言ったらね、バンコクの場合ね、二重価格なんですね。50バーツ約200円でお腹いっぱい食べられるお店もあるし、それでね、200バーツオーバー、まあ、800円ですよね、それぐらい出さなきゃならないお店もあるし、まあ、50バーツでお腹いっぱいっていうのはね、まあ、タイ料理屋さんです。いつものね、高原ビュッフェの店、まあ、2店舗あるんですが、お、今日はね、お、ですね、ラマキの交差点そのまま取っちゃいましたね。それでね、2店舗あるんですけど、あと200バーツっていうのはこれはね、日本食です。今ちょっと頭の中にあるのは、スクンビット通りソイ26の、トンセイですよね。とんかつの清らかなとんかつ、トンセイさん、キッチン新潟もまだやってるんですかね、なんかオーナーが変わっちゃってやってるんですけど、まあ、トンセイばかし言ってました。そのトンセイがね、伊豆町行った時ね、とんかつがね、230バーツ、そりゃそうですよね、ずっと200バーツでやってたんだから、それで30バーツぐらい上がって、まあ、250ぐらい行ってもそんなもんかなと思ってたんです。まあ、それまで200バーツでね、ちゃんとしたとんかつ、ちゃんとしたって変な言い方ですけどね、まあそう言いたくなるような日本食屋がさんがねあったりするもんですからね、タイでね、まあ、タイ人がね、やってる日本食店っていうのは、まあ、はっきり言ってなんちゃってですよ、なんちゃって、うん、まあ、なんちゃっても存在価値あると思いますよ、ね、なんちゃってをバカにしてはいけません。それでそのトンセイ200バーツでね、小鉢もついてたりね、それでご飯もね、キャベツもね、大盛り自由なんてね、そんな感じ。今はどうか知らないけど、それが230バーツ上がったんですよ。やっぱりここも値上がりするのかな。その頃ラーメン一番も値上がりしちゃってね、した頃ね。今はね、もっと世の中もっといろんなものが値上がりしてるんですよ。
あのね、日本ほど卵は高くなってないですけどね、あの日本は卵倍ぐらいになっちゃってますよね今ね。それで日本食ね、そのポンセそうするとね、ネット見るとね、なんかまたね200バーツに戻ってんじゃないかなっていう、そういうね、あの淡い期待だから、ポンセでねちょっといただいてみようかななんて思うんだけど、でも800円ですからね、昔なら600円、今800円ですよ、ポンセだから。あら、こっち行くんじゃなかった。あ、いけるいけるいける、ごめんね。はい、線路の上、はいはいはい、それでまっすぐ行っちゃいました。はい、ここはあの右折スポットなんだ、あの右折エリアなんだけど、ここまっすぐ行っちゃいました。それでね、あのトンセの話してますよ。それが200バーツであるって言うんだから、あ、本当に200バーツなのか。万歳ようやがね、この目でこの耳でこの味覚で、味覚は何だか知りませんが、確かめに行こうかなと思ってたんです。だけどね、200バーツと50バーツの差が大きいんですよ。こっから行くんだったらね、あとあのそのままね、あのいつものね、なんだっけ、あの緑色のお店、ジェイジョーンか、あの揚げ豚の美味しいところ、あそこのご飯がとってもあの美味しいから、あそこだと50バーツか60バーツあれば十分いただけるんですよ。それでご飯もね、あのご飯トッピングも無料ですしね。だからどうしようかな。あとね、あのロンチューって中華料理屋さんの美味しいところもあるんです、まあ、いつも行きつけてね、同じとこばっかり行ってるんですけど、まあ、これから考えながらね、あの行っちゃいたいと思います。はい、これでペプリ通りを渡りますよ。なんか怖いの書いてる。はい、それで、はい、アソークモントリ通り、バイクたくさん前つながってるのはベトナムのホーチミン並みだね。バイクもね、バイクじゃなくてタイもね、あのバイクの数が多いという、あの人口比から言ったら世界で第2番目が台湾だっていう話は、いつでは台湾行った時ちょっとお話したかと思いますが、なんかバイクのね所有台数から言うと世界で1番がタイで2番がベトナムとか、なんかね諸説ありますからね、うん、それでね、今日バイク多いなっていう話になるかな。もうあっちゃったり切ったりこっちゃ行ったりね、このバイク見ながらね話してるわけですが、一番話したかったことがね、今日ね LGBT 法案っていうんですか、それでネットでね、議員さんだった人、議員さんもうすごくね今なんかひどいことになってるなと万歳ようやを思いますよ。まずね、その決定する部会で、自民党というのは部会というのがありますよ。そこでね、反対が多数だったのに、何回やっても反対多数、法務部会だったかな、話だったけど、何回やっても反対多数なのに、で最終採決でも反対多数で、前回よりさらに多数派が数を増やしたのに、そこでね、執行部、その前にテーブルで座ってる人たちが、私たちに一任してくれと。それでまあこれはどういう意図かって言ったら、まあ、賛成しようという意図ですよね。それで反対多数って、数の上では民主主義っていうのは数ですよね。数が力ですよね。プラスお金が力なんて言ってる方も昔いましたが、まあ、その人のお話はまた後日ということで、それなのにね一任ということで、それでポンポンポンと先進んで、それでもうねもう決まっちゃうんじゃないかって、その国会でね。それでいろんな人がねもうご立腹ね、それで、まあ、反対側の人もあったちももちろん言い分があるんだろうと思うんですが、万歳ようやはネット見てるんで、YouTube 見てるんで、そのご立腹の人たちばかりがね目につくわけです。まあ片方の言い分ばかり聞いてるっていう部分はあるのかもしれませんが、それでもうしばらくしたらあそこ交差点ですけどね、LGBT って言ったらね、ここタイですよ、タイバンコクですよ。タイって言ったらご案内の通りね、バンコクって言ったらね、徴兵、くじ引きの徴兵があったりして、その時にね二十歳になったらくじ引きの徴兵なのかな、くじ引くのかな、その時にねいわゆるレディーボーイ、
ね、タイっつったらやっぱりね、あの日本のね、レディーボーイ、そういった人たちもタイにね、その肉体的な改造、まあ、手術ですよね、あの有名なね、今ちょっと名前出てこねえな、これもね、あのブログかね、動画にしたことあるんですが、あ、ヤンヒーだ、ヤンヒー病院というめちゃめちゃ有名な病院があってね、日本全国、まあ韓国とかなんか他にもなんかあるらしいですけど、あの津々浦々がこのヤンヒー病院に集うというね、そういった有名な超有名なね病院があるくらい、タイっていうのは今日は今見たところね、そんな感じなんです。ここあそこさて、ここ夜になるとこの右側ね、あのを中心に夜間違いなくいます、あのレディーボーイの人たち。タイっていうのは本当に寛容で、そういったような人たちをね、誰もあの避難しないっていうかね、もう市民権得ちゃってるんです、まあ、日本もそうですよね、あのそういった人たちがテレビに出てたりとかね、ずっと昔からあのいましたよね、あの夜と昼の間になんとかとかですね、ピーターだかヒョウだか忘れましたか、そんな人が歌ってたりね、それ万歳ウーアが結構まだ子供の頃からですよ。それでまあこっち側行くとね、そういった人だけで夜なんか行くとね、結構立ってるんですよ街にね、で一緒におしゃべりしたりとかね、いろんなところにいます。これから先1キロずっと1キロ圏内ぐらいずっといます、それでね、そのレディーボーイもいろいろあって、なんかお化粧だけしてるみたいなね、半分男みたいなね、ひげが伸びちゃってるよみたいな人たちとね、もう完璧でね、なんかテレビで出てるような女性、そんな方もね、めちゃめちゃ美人さんもね、いっぱいいます。とかね。だけどね、でも万歳ウーアもだいぶね、分かるようになりましたよ。一言は分かんなくてね、ずいぶん周りの人からね、なんだよなんて言われたもんですけど、最近はね、分かるようになりました。まあね、一般の人が女性だなと思うような人も、ここタイではね、ガトーイ、ガトーイとかって言うんですけど、それはその人たちの前で言わない方がいいですよ。そうした人がね、いるんですよ。レディーボーイ、めちゃめちゃ綺麗なレディーボーイ。そういった人たちがね、夜な夜な先、矢印を出してね、あそこを先の右側にいるんですが、これもね、中にはね、本当優しい、心根の優しい人もいるし、まあ、いろんな子がいるんですよ。まあ、そんな話したこともあるし、ないし、お付き合いなんかとてもじゃないけど、したこともないんですけど、ちょっとそういったね、お話とかしてね、したことはあります。中にはね、まあ、なんか見せたがる女の子もいてね、胸元はボレってわざと見せたりね、そんなこともありまして、夜ね、ビールなんか飲んでてね、お互い酔っ払っちゃったんで、そういうね、もっと日本より進んだ寛容さとかフリーさがね、いや別にそれ楽しみにしてるんじゃないですよ、そういったね、マンウォッチングをするのは好きですよ、万歳ウーアは。だからね、あの辺のエリアね、まあ、危ないっちゃ危ないんだけど、あの辺のエリアね、行くのは嫌いじゃないです。それでそんなね、危ない目にもあったことありません。だから行ってるんですけどね。それでね、話戻りますが、中にはね、ちょっとやっぱね、ムムムみたいな人たちもいて、さっき泊まったアソークの交差点、あそこで夜になるとね、何か徒党を組んでね、で誰かがそのレディーボーイだか美人さんですよね、でね、日本人とかいろんな白人さんとかね、いろんな人をね、まあ、羽交い締めにするんですよ。羽交い締めにしたり、I love you なんて言って、部長とかやりながら抱きつきに行ったりしてね、そうやってロックさせる。その間にね、財布をパッと盗んだりする。あの辺はね、抱きつき強盗、おかまちゃんの抱きつき強盗で有名なエリアです。はい、ここ来たからもうね、トンセはなくなっちゃいました。なんかいつかもね、ここは来ましたね、この右側がフロント市場、今日はそんな臭くないですよ。
それで、JJ 行きます。で、帰りのご飯も買って帰ります。帰りのご飯、晩ご飯分も買ったって70バーツとかね、80バーツぐらいなんですからね。久しぶりに JJ 行って、いただけるかどうかわかんないですけど。それでね、これはね、ガトゥーのね、抱きつき詐欺、レディーボーイの抱きつき詐欺じゃないけど、これも万歳ヨーヨーのね、お知り合いが実際にあったことです。ソイ13、11だったかな、あの辺の通り歩いたらね、まあそれはね、レディーボーイじゃないんですよ、まあ黒人ですよね、アラブ系かね、がね、これもね、徒党を組むんですよ。それでその方はね、まあ、ちょっと年配の方がすごくお元気な方だった。最近は全然姿見ませんが、その方ね、誰かにね、釜かけられるっていうか、足を取られて、でバッと転んじゃうね、で床に転ばされて、でその間にもう一人の人が財布をね抜き取って、それでその転んだね、足を釜かけた人は周りにいたね、タイ人のおばちゃんがすぐ捕まえて、俺何やってんだみたいな ね、まあ、ね、そういう時タイ人のおばちゃんってね、強いっすよね。それでそのね、足が転ばせた人は捕まったんです。だけどその財布取った人はもう逃げちゃってね、で結局財布戻らないんですよ。もちろん警察とか行ってね、カードとかなんか免許証もあるって言ってたから忘れちゃったけど、そういうことがありました。だからね、グループでやっちゃってるんですよね。そういうことがあるということは覚えておいた方がいいと思います。で今ね、もう一つ話そうとしたことあるんだけど、忘れやった。ここはね、ラマヨン聖通りです。ここからカセムラット通りの、まっすぐ行ったクロントイの、チャオプラヤ川にあるクロントイの、港なんですけど、で、ここ左曲がると、例の J ゾーンでございます。お昼ご飯食べながら、あれやってるよね。お昼ご飯食べながら話したかったことも思い出せればいいな。あ、やってるやってる。はい。いやー、今日はちょっとでも行列少ないな、めちゃ。ここでいただきまーす。はい、到着でーす。スペースでーす。何にしようかな。とりあえず、お店でいただいて、夕食の分を買って帰ろうかなと思います。タンニーとカバーンです。Sai Jam. Ya, lego tap katiam. Tap tap. Chai chai chai. Tap katiam. Lego, ani ni ni. Lego kapan? Ni kau dai.เท่าไรใส่หมูค่ะเพิ่มข้าวนะหมูปูจ๋าตับค่ะหมูตับเอาน้ำตับด้วย79ค่ะ79ครับขอบคุณครับเฮ้ย3点盛りでございます今日は3点盛りいただきます。3点盛りこの方が J ジョーンでございます。この店でマストなご飯トッピングです。無料です。それでこれこの前来た時と同じです。でこれにね、天かすいっぱい
ぶち込みます。天かす今日はないんだ、天かすないんだ今日。いただきます。ごちそうさまでした。ここから行けるよね、エロンポーマンション。久しぶりにね、Jジョーンでいただきました。やっぱり美味しいね、美味しかったです。お持ち帰りも買ったのでね、またお家でね、いただきたいと思います。まあね、以前はね、あそこにね、ゴバーツでスープがあって、そのスープもね、薄味でね、美味しいスープでね、汁物がやっぱあった方がいいですよね、ご飯はね。それとね、それと自由にトッピングしていい、お野菜がね、きゅうりとかね、パクチーとかね、あと香草のため、そういったものもね、バットの中にごさっと入ってた、それ取り放題だったんだけど、それがね、なくなっちゃいました。もう一つ残念なのはね、揚げ豚なんですけど、いつも天かすね、天かすで、トッピングし放題の、その天かすもね、日本の天ぷらの天かすじゃなくて、まあ、フライの天かすって言ったら何て言うのかな、結構ね、しっかりと味がついてるんですよ。それがまたね、美味しいったらありゃしない、その天かすとご飯だけでいただけるみたいな感じ。それも今回なくなっててね、残念でした。本当はね、お持ち帰り、ピーポーピー、お持ち帰りのね、ご飯の上に、しっこ玉かけて、それ持って帰ると思ってたんだけど、なかったです。キョレキョレしてたらね、店員さんに不思議な顔されました。まあね、それで今日、火曜日なんですけど、16日のまたね、レートがね、円が下がっちゃって、バーツが高くなって、またね、1万円が2万5千バーツ切りました。2万4095ぐらいになってました。前回バンザイワヤがね、両替した時はあの週で一番安い時だったんです。でも一応ね、1万円を2万5千円で両替できたので、ああよかったよかったなんてね、喜んでたんですけど、またね、下がっちゃいました。まあ金利差がね、円とドルでそれぐらいあるんだから、あとバーツのね、高いのもひっくるめて、そりゃね、自然に考えればね、もっともっとね、レート悪くなるんじゃないかなと思って、それがね、残念でございます。ここがクロントンの交差点です。いや、そんでね、今のお昼ご飯も美味しかったんですけど、このところね、以前もずっと続けてベトナムホーチミンのね、旅行の動画を上げましたが、あの時にいただいたものがね、いくつかね、痛く心に残りまして、なんと来週の今日、26日だったかな、今日は16日、あ、ふんちゃん26日ってことはないか、24日のぐらいに、まあ来週の今日ですよ、またまたね、ホーチミンに旅立っちゃうことになりました。今度6泊します。それでね、もっともっとね、まあハノイも北の方のベトナムも美味しいものがあるって言うんだけど、まあ南のベトナムもひっくるめてね、まあ、ホーチミンは南の方になるかな、もっと美味しいものをね、いただいてこよう。それでね、お野菜をたくさんいただける。まあ、香草はね、ハーブはタイにもあるから、それは似たような感じなんですが、サラダみたいなね、フレッシュサラダみたいなお野菜もたくさんいただけるので、ベトナムホーチミンに行って、今度はね、何をメインにっていうか、もう全部ね、
あの食べ物、まあバスに乗ってねどっか行くかもしれないですけど、あのだから今ねいろんな YouTube さんじゃなくて YouTube でね、あのホーチミンの美味しいものいくつか探しました。あそれをねいただいて、またそれを動画に、まあ動画にするために行くわけじゃないんですけど、まあね、あの気分転換にしちゃまた同じ場所かよみたいな感じになりますが、まあそういう一つのね、楽しみがね、楽しみを発見できたということで、ベトナムの食、それにこだわってね今度またねいただいてみたいと思います。本当美味しかったですね。まあパッと言えるのは美味しかったベトナム料理はね、普通はねバインミーとかねフォーとか、まあ、それが定番、あと生春巻きとかねなんじゃないかなと思うんですが、前回ねこの前行ったバンザイウェアが美味しいなと思ったのはねブンです。ブンチャー、これはあのブンのつけ麺なんですけど、これはめっちゃ美味しかったですけど、最初からあのつけ麺じゃなくて 麺とねそういう具材が一緒になってるの、ブンティットヌンっていう発音はどうか知りませんが、そういった食べ物のものが、ね、美味しいお店があったんですよ。ここであのなんだっけバイミーが美味しいね、まあ、ニューランってお店ですけど、あそこのねあのバイミーも美味しいんですけど、そこでいただくね分もねめちゃめちゃ美味しかったんですよ。もっと美味しいもんいっぱいありますよ多分。あれだけのね確率で美味しいもんいただけたので、だからあのもっともっとねそういったとこを食べに行きたいと思います。まだねあの前回はその生春巻きいただけないし、生春巻きのお店ね、あの美味しいところも見つけましたし、だからね万歳用の Google マップはねハートマークだらけですよ、うん、それであのまたねあのビアホイ の生ビールね、これハノイのビールなんですけど、ホーチミンでもね一番美味しいビールでした。だからビアホイは必ず行きます。これがまだねあのバインセイとかっていうね、ベトナムお好み焼きまだいっぱいあるんですが、ちょっと名前出てこないだけで、そういったものをねいただいていきたいと思います。ちょっと信号で止まっちゃって絵がねあまり面白くないので、ここはアソク交差点です。あの先ほどね この近辺ですよ、あの辺りじゃないかなと思ったけど、あのレディーボーイがね抱きつきするようにする、このね上野のスカイウォークなんかでもねそういう可能性はありますよね。あそれでその時話するのちょっと忘れてたんですけど、あの日本帰った時なんかね、あの女性でも男性でもよく見るんですけど、あのポケットのねズボンのパンツのねあのアンダーの下着か、あのジーンズっていうあの後ろポケット、そこにね携帯とか財布とかね、しかも長財布もうあのここに入れてますって、あの結構離れてったからでもすぐ分かるような、そういうことをねあのやってる日本の方ってめちゃめちゃ多いと思うんです。だけどあのこれはねあのバンコクとかタイとかね、あの日本以外でやっちゃダメだと思います。あの変な気持ちをあの起こさせるっていうのも悪いですよね。あのこれはヨーロッパでもねあのいろいろあると思うんですよね。またなんかあらぬ話が続くな。だからヨーロッパもねあの移民が入ってきて、で移民がお仕事がなくてここで犯罪に走る、これがあの一般的な傾向だと思うんですが、それをまたこれからねそういったことが分かっているのに、日本もねそういったことをこれからあの進めようと、移民のね流入を進めようなんて思ってる人いるんじゃないかな。 LGBT の法案とかで、ね、ヨーロッパの人たちその弊害あのまずいっていうことを分かってて、それでもう一回元に戻そうなんて動きがね始まってるのに、それを後追いでねこれからねあの全然学習しないでそれ始めちゃおうというね、全く愚かですよ。万歳ヨーヤが安心できるようなお話っていうのは全然聞こえてきません。だからねそのポケットの後ろに財布
とかね、町ね、日本と同じようにしてね、スマホを持ちながら歩いてると、後ろからね、足の速いね、人たちがね、ひょいとね、それ引っ張ってひょっと逃げるね、そういうことはね、あって当たり前ですよ、ね。窓を開けてね、バスの窓を開けて、窓越しにね、スマホをね、持ってた、バスに乗ってた人のスマホをひょいってね、引っ張って逃げていくとかね、そういうこともね、十分ありえますよ。こうやってバイクの、道ありつつもそうですよね。後ろからバイクでヘイってね。だから、そういったね、ことはしちゃダメだと思うんです。まあ、ホーチミン行った時はね、そういったような心配が、なんとなく雰囲気的にはね、まあ、場所にも場所にもよる、場所によるバンコクだって、マニラだって、どこだってあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あんまりそんなね、雰囲気は しなかったですよ。今みたいに、ね、前の人が前割り込んで入ったので、これがタイの好きなところですね。それで来週の今日ね、またね、また海外旅行がいい身分だねとかね、やれそう な気がします。確かにそうですよね。ただね、万歳ヨーヤはね、この家業がね、大家さんです。大家さんっていうのはお家賃いただいてるんですよね。まあ、お金はいろんな言い方があるね。悪い言い方すると、あぶく銭なんて言い方もします。それで職業にね、規制はないと言いますけど、大家さんっていうのは本当に太古からあるね、職業の一つだと思うんですよね。まあ、不労所得じゃねえかってね、やれればね、まあ、確かにおっしゃる通りかもしれません。全く働いてないわけじゃないんですけどね、そうやっていただいてるお家賃なんで、私にご褒美よとかね、優雅にゴージャスに実地に行きましょうよ、ヒルトンホテルで、なんて、そういう気はさらさら起きません。そのね、お家賃いただいてる中にはね、何人かね、生活保護、まあ、その生活保護だから、その人がお支払いしてるわけじゃなくて、公共団体の市とか区が払ってる、万歳ヨーヤの場合は全部区ですけど、払ってるわけですが、まあ、それだってね、今流行りの抗菌チューチュー、抗菌チューチューのじゃねえか、もう全然変わんねえじゃねえかって言われればね、そうなのかなと思ったりもします。抗菌チューチューシステムの中に乗っかっちゃってるね。あと貧困ビジネスなんて言葉もありますよね。これはね、私の方からそういった人入ってください入ってくださいってもちろん呼びかけていません。あちらの方からこういった人たちなんですけど、こういった生活保護の方なんですけど、どうですかって言われたら、はい、分かりましたというふうにしてお迎えしているわけです。まあ、5部屋はなかったと思うんですけど、それに近い5部屋がね、今現在で、最近ね、ずっと住んでた人が、これはサブリス物件なんですけど、ずっと住んでた人がもうお仕事辞めちゃって生活保護の手続きに入りました。そういえばね、この3月だか2月だか4月、最近なんかすごいね、生活保護の申請者数がめちゃめちゃ上がったってことで、皆さんにちらっと見ました。まあ、そういった人にこれから増えていくだろうなと思います。まあ、そういったわけなんで、万歳ヨーヤはね、そのお金をね、まあ、誰かにね、調べられたとしても、まあ、それで海外旅行行って行って、大体バンコク住んでるって、それ自体でね、なんだお前なんて言われるかもしれませんが、まあ、自分のようなものなんですけど、浪費はしてないつもりでいます。つつましい、まあ、ケチじゃケチ、いい言葉で言えば、製品ですよね、清い貧乏、そういったね、ことを心がけてます。だからね、本当はね、もっと海外旅行だって遠いところ行って、例えばそのヨーロッパでも、まあ、そのうち頑張ってね、自分を気合を入れるために嫌でも行くって言い方をするとまたね、なんだよとかっていう、なんかね、そうやって頑張ってね、ボケ防止のためにね、行きたいと思います。
行かねばならぬみたいな感じで、ね、頑張っていきたいと思います。それにしてとね、いわゆるね、フルサービスのようなフルサービスキャリアはね、もうここのところずっと乗って全部 LCC ですよ。だからね、そういった思いが万歳予約の中にはある。お家賃いただいてんだけど、それをね、ミミズのようにというか、無駄遣いはしてはいけないなと。税金じゃないけどね、その皆さんのね、血税なんて言ったけど、血お家賃って、なんだそれ。そんな言い方はないのかもしれないですけど、そんなつもりでいます。だからね、万歳予約も税金払うときね、この税金、いつか動画しましたが、こんなね、税金の使い方のこんな決め方じゃダメだとか、そんなんじゃ払うしなくなるとか痛くなる。まあ、その親父にしてもね、その親さんが、左一話で合流してるとかね、あんた自分の払ってるお金は、そういうふうにね、思われたくないなって。これは、田中さん、住んでる田中さんと、面識のあるなし、関わらずね、そういった気持ちがね、これからも絶対捨てるのでね、したいなと思ってます。まあ、万歳ヨーヨーの知り合いでもね、万歳ヨーヨーさんの、贅沢談判してる、万歳ヨーヨーの贅沢談判やろうだなんて言うんですが、多分、絶対なんて言いませんが、おそらくね、そういったことをね、あいつは贅沢談判してるよって言ったら、いないと思います。なんなら、まあ、万歳岩の試練にでも聞いてみてくださいよ。企業が一番。というわけで、住まいが近くなりました。今回は、お昼ご飯食べる前のモノブログ。そして、アメドゲイのね、すいませんね、なかなかと。お昼ご飯いただいてからも、こうやってね、お話ししちゃいました。このね、モノブログするとね、YouTube の動画ね、編集するのすごい簡単なんですよ。テロップ入れたり、写真差し込んだりしますけど、普通のね、飛行機乗って旅日記とかね、ああいうのは本当大変、すごい時間かかって、この前ね、時間かかって、ああ、できたと思ったのに、ね、消しちゃいました。だからね、そういう嫌なことを思い出さないで、楽しくいきましょう。次はね、ニャゴちゃんコーナーでございます。めちゃめちゃ暑いところ、タイのニャゴちゃんはどうやってしのいでるか。それをお伝えするニャゴちゃんでございます。どうぞ。セブンニャゴちゃんデビューでございます。セブン犬ならぬセブンニャゴちゃん、マイペンライダーそうです。店員さんの公認です。いいね。